スのたわごと。この番組はアイケア北海道がお送りいたします。こんにちは、アイケア北海道の佐藤美希です。1月第4土曜日、ラジオをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。この時間は ALS のたわごとをお送りいたします。寒いですね。毎日皆さんどんな風に生活してますか。さて、今日初めてこの番組を聞かれるあなたのために、この番組についてご紹介いたします。この番組は2015年6月に ALS 患者の米澤和也さんと、三角山放送局の初代会長の木原さんと3人で始めた番組です。放送当初は自分の足で歩き、自分の声で話していた米澤さんは、病気の進行とともに声が出にくくなり、気管切開をする前に声を録音して自分の声ソフトボイスターを作って番組を続けました。 ALS と戦いながら5年間1年先に天に昇った木原さんを追うように、2020年7月に天国に旅立たれました。米澤さんの助けを受け取り、昨年1月からは元バイオリニストで ALS 患者の大平真由美さんがメインパーソナリティとして放送を続けています。真由美さんと一緒に番組を始めて早丸1年と1ヶ月。真由美さん一回りしましたね。毎月楽しく放送を続けています。真由美さんは医師伝達装置 TC スキャンを自然だけで操作しながら、番組の台本や様々な原稿を執筆されております。真由美さん、今日もよろしくお願いします。佐藤さん、ありがとうございます。真由美さん、ありがとうございます。皆様、こんにちは。大平真由美です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。佐藤さん、こちらこそよろしくお願いいたします。真由美さん、こちらこそ、本当に今年もよろしくお願いします。いつものように、スーパーの手を楽しみにしています。はい、弱々しい愛の手ですが、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お手柔らかにお願いしますね。はい、わかりましたよ。この番組をお聞きのすべての皆様にとって、2023年が幸せいっぱいの年になりますように。そうですね。幸せいっぱいになりますように。そして、世界中の人々に平和と幸せが訪れますように。心から願っております。ところで突然ですが、佐藤さんは今、お幸せですか？はい。幸せですね。はい。これといって変わったことはないんですけれども、幸せです。なんででしょうね、真由美さん。幸せって何なのでしょうね。本当ですね。永遠の疑問で、疑問というかね、不思議ですが、何でしょう。私は、このような状態になっても、こうして来ていることがとても幸せだと感じています。そこが真由美さんの素晴らしさですね。本当に、なんか、幸せって、不思議ですね。毎日、朝を迎えることができることに、感謝しています。なるほど。わかります。なんとなくその気持ち。幸せには、人それぞれ、いろいろなレベルもあるのでしょうね。そうかもしれないですね。佐藤さんは、世界一貧乏な大統領、として話題になった方を覚えていらっしゃいますか？以前、テレビでお会いしましたと言いますか、テレビで見たことがあります。南米、ウルグアイの元大統領、ホセ・ムヒカさんです。ムヒカさんですね。
ムヒカさんはご自分の報酬の大部分を寄付されて、自ら貧しい人々を救ってこられた素晴らしい政治家です。素晴らしいですね。日本にはなかなかいない方ですね。引退された今でも所有するものは古い車とトラクターとのうちだけだそうです。そうなんですね。大統領をされていた方なのに。趣味は花の栽培ですって。花の栽培ですか。トラクターがあるからご自身できっとなんか栽培されてらっしゃるんでしょうかね。少年時代にご近所の日本から移住してきた人たちから教わったそうです。日本と縁のある方なんですね。彼らはよく働き、昔ながらの日本人でしたと回想していらっしゃいます。確かに昔の日本の方はよく働きましたよね。なんか親の世代と自分を比べると全然違いますね。別の生き物のような感じで。本当にそうでしたか。ムヒカさんは来日された時にこう言われています。はい。日本は進化を遂げた国ですが、それで日本人は本当に幸せなのですかとドキッとさせられる質問をされました。なんかすごい刺さりますね、胸に。昨今悲惨な事件が続いたり、急激に増えているアウリョンテンからも伺えるように、イライラしている人が増えてきているようですね。そうですね。なので私、毎月真由美さんのこの語りを聞くと心が癒されるんですけれども、なんか本当に世の中イライラしているというか、そういう風な感じがありますね。年の初めにあたって、幸せとは何か私たち一人一人が考えてみたいものですね。本当にそうですね。なんか一日一日、まあ生きているだけで本当に幸せって感じる、私もそんな風に感じます。なんかあまり大きいことは望まずに生きている感じですかね。なんで幸せなんだろう、わからないんですが。さて、ここで今年の1曲目をお聴きいただきましょう。お願いします。待っていました。私は元気だった頃、お正月に神戸にしていたことがありました。何ですか。書き初めではなく引き初めですね。引き初め、新しい言葉です。練習室にこもってバッハ作曲の無伴奏バイオリン曲を全部弾くことでした。なんかすごい、その場に居合わせてみたい気がしますね。なんか体に流れてる血がすごく綺麗になってきそうな気がします。いいですね、真由美さん。6曲あるうちの4曲が単調で、明るい長調は2曲しかありません。へえ、そうなんですね。中でも私が大好きで、コンサートでもよく演奏していたバルティータ第3番からプレリュードをお聴きいただきたいと思います。はい、お願いします。この曲のように華やかで明るい年になりますように、願ってやみません。ではどうぞ。ALS のたわごと。この番組は ALS 患者の大平真由美と愛care 北海道の佐藤美由紀がお送りしています。バッハ作曲無伴奏バイオリンバルティータ第3番よりプレリュードをお聴きいただきました。真由美さんが大好きな曲なんですね。一緒に聴けて嬉しいです。
実は今までも何人かのリスナーさんからいつも番組でかけているのは大平さんの演奏ですかと聞かれたことがあります。ああ、そういう質問を受けてたんですね。まゆみさん、どうなんですか。はい、そうなのです。あ、そうだったのですね。私は幸運にも7枚の CD を作ることができました。まゆみさんの CD のジャケットは拝見しましたよ、三角山放送局で。この番組ではその中からお聴きいただいています。みんなとても素敵な曲ですね。でも私は以前は CD を作ることなんて全然考えていなかったのですよ。そうなんですね。何かきっかけがあったんですか。音というものはその場で消えてなくなるから素晴らしいと思っていました。そうなんですか。まして私のようなものが CD なんて作れるはずがないと考えもしませんでした。私のようなものが作れるはずがないっていうのは、どうしてそう思ったんでしょうかね。ところがあるご老人の一言で音を残したいと思うようになりました。どんな一言だったんですか。僕は死ぬ時にお経ではなく君のバイオリンの音色を聞いてたいと言われたのです。なんか素敵な一言ですね。あまりに衝撃的でありがたいお言葉でした。はい、なんか感動しますね、そんな一言を言われたら。その方のおかげで CD を作り始め、気がついたら7枚にもなっていました。すごい出会いでしたね。本当に感謝しています。本当になんか人と人との出会いってとても不思議ですね。その方にお会いできていなければ7枚の CD は出来上がっていなかったかもしれないということなんですね。ありがとうございます、老人の方。ここでもう一曲お聴きいただきましょう。はい、お願いします。バッハ作曲、同じパルティータの中からガボットをどうぞ。お願いします。ALS のたわごと。この番組は ALS 患者の大平真由美とアイケア北海道の佐藤美雪がお送りしています。バッハ作曲パルティータ第3番よりガボットを聴きいただきました。真由美さんが大好きな曲ですか。私が大好きで一番弾いた曲かもしれません。今日は大好きな曲がたくさんかかっていいですね。ここからはあるワンちゃんのお話をしたいと思います。はい。彼の名前は銀次郎くん。銀次郎くんですね。かっこいい。14歳のダックスフントです。割と年齢は高い方ですね、ワンちゃんですと。私はお世話になってるヘルパーさん、愛さんの愛犬です。あの愛さんの愛犬なんですね。銀次郎くんは1年ほど前のある日、突然に後ろ足が立たなくなって歩けなくなってしまいました。あ、そんなことがあるんですね。すぐに獣医さんに連れて行ったところ、ヘルニアと診断され手術を勧められました。ヘルニアで、そうですか、歩けなくなってしまったんですね。このままではもう歩くことはできないとまで言われたそうです。いや、そうなんですね。愛
さんは銀次郎くんの年齢も考えて手術はしないことにしました。そうですか。いや、手術もね、体に負担がかかりますもんね。そして今のための車椅子を注文して、せめて家の中を置けるようにしてあげました。優しいですね、愛さん。台車のようなものですね。ご存知ですか？知ってます。はい。さて、銀次郎くんは食欲旺盛で、他のワンちゃんたちのご飯も食べてしまうほどだそうです。そうなんですね。いや、元気で何よりです。車椅子で動けるようになった凛ちゃんは、だんだん元気を取り戻していきました。よかったですね。半月ほど車椅子を使っただけで、いつの間にか自分の力で動けるようになっていったそうです。半月車椅子に乗っていただけで、自分の力で歩けるようになったってすごいですね。回復力が。よかったです。慣れていた後ろ足にも、だんだんと力が入るようになり、ヘルニアで痛いはずなのに、信じられない回復力だったと言います。本当ですね。ヘルニアも治ってきたんでしょうかね。よかったですね。愛さんは、奇跡を見ているようだと、いつも私に報告してくださいました。素晴らしいですね、奇跡の銀次郎くん。生命の力は誰にもわからない。そう思います。私も秘められた可能性はお医者さんにもわからない。そう思います。銀ちゃんの場合は誰よりもクイズが強かったから、食べたいという気持ちが体を動かしてくれたのでしょうね、と感慨深く言われています。食い地大事ですね。やっぱり食べたいという気持ち、喉から食べることってとっても大事だと思います。よかったです、銀ちゃん。今では家の中の台車も乗り越えられるようになり、先日は雪の中を嬉しそうに走ってる動画を見せていただきました。回復力が半端ないですね。すごいなぁ。愛さんは私にも励ましてくださいます。うん。何が起こるかわからないから、大平さんも諦めてはダメですよ、といつも言ってくださいます。愛さん、優しいですね。はい、銀ちゃんが証明してくれているので、大平さんも負けられませんね。私には銀ちゃんのような生命力があるか自信はないけれど、頑張ってみようと思います。負けない食い地を身につけてっていうところでしょうか。おひらさんを応援してますよ、みんな。銀ちゃん、ありがとう。ありがとう、銀ちゃん。ここでまた一曲を聴きいただきましょう。はい、お願いします。バッハ作曲、同じ第3パルティだから、ブレを、どうぞ。お願いします。ALS のたわごと。この番組は、ALS 患者の大平真由美と、アイケア北海道の佐藤美幸がお送りしています。バッハ作曲、パルティカ第3番よりブルを聴きいただきました。はい。元気いっぱいの銀次郎くんが走り回っているようですね。そうですね、元気になりそうな曲ですね。さて、銀次郎くんの奇跡のお話をしましたが、人間にもあるようです。人間にもあるんですね。以前テレビで5歳くらいの男の子の信じられないようなお話を見たことがあります。5歳くらいの男の子の話ですね。
その子は婦人の病と戦っていました。そうなんですか。若い主治医がゲームが好きだってその子に自分の体の中の病魔をやっつけていくイメージをゲームの感覚で教えました。集中して何かをやっていくっていう感じなんでしょうかね。若い先生と一緒にゲームをやってたんですね。ドクター自身もそのゲームに参加して毎日一緒に戦い続けたそうです。なんかそれはすごくお子さんにとっても楽しそうな感じですね。彼の体の中の病魔はみるみるうちに減ってきたとのことでした。そうなんですね。子供だからできたことかもしれないとそのお医者さんは言ってみました。そうなんですか。なんとなく楽しい時間を集中して過ごしていると、なんか、病気が治るっていうのはすごく、そこまでいかなくてもすごくみんな元気になっていくっていう話を聞いたことはあります。素晴らしいですね。また、これは記憶が定かではないところもありますが、緩和ずらった娘さんのお話です。どんなお話ですか？パンを焼くことが大好きで、限られた命なら、それをやりたい、と、ヨーロッパの山の町に修行に行ったそうです。すごいですね。なんか強い意志を持って行かれたんですね。ご家族は、もう会えないかもしれない、という覚悟で送り出しました。送り出したご家族も立派ですね。ところがその数ヶ月後にすっかり元気になって帰国した彼女、驚きと喜びで迎えたということは言うまでもありません。すごいですね。そんなことが。やりたいことに専念できるという幸せな気持ちのおかげなのでしょうか。きっとそうかもしれないですね。なんか素晴らしいですね。気持ちは何よりも大切ですね。はい。まゆみさんが以前気の話をしてくださった時に本当にそう思いましたね。病は気からっていうのがすごくよくわかる気がします。ここで今日最後のまたもや明るい曲です。はい、明るいまゆみさんにぴったりです。バッハ作曲バルティカ第3番より G5 をお聴きください。はい、ではどうぞ。お願いします。バッハ作曲無伴奏バイオリンバルティカ第3番より G5 をお聴きいただきました。ありがとうございます。明るい曲、いつもそのような気持ちで前向きにいたいものです。今日は明るい曲が詰まってましたね。銀次郎くんのように元気に回復できるといいですね。そうですね。銀次郎くんに会いたいですね。皆さんの中にもその可能性とパワーが潜んでいるかもしれません。何が起こるかわからないですからね。本当にその可能性いっぱい持ってると思います。皆さん、もしかしたら私の中にもです。もちろんです。まゆみさん、今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。来月もある一人の ALS 患者のたわごとをどうぞお聞きくださいませ。聞いてくださいね。いつも心に音楽を。大平まゆみでした。番組では皆様からのお便りリクエストをお待ちしています。ファックスは 011-640-3331、 メールはrequest@山.co.jp。
reqest@sankakuyama.co.jp リクエストはこちらまでお寄せください。次回の ALS のたわごとは2月25日土曜日13時からです。来月もぜひまゆみさんのたわごとを聞きに来てくださいね。この時間は NPO 法人アイケア北海道とヒューマンテクノシステム、そして小春空の協力でお送りいたしました。皆さんありがとうございます。また来月お会いしましょう。それでは最後に曲をお届けします。大平まゆみさんのアルバムエターナリーよりふるさとの四季、そしてアルバムエムズよりフォーレのシチリアーノ、2曲続けてお聴きください。ありがとうございました。